ね、質問をいただいているので先生にお答えいただきたいと思います、はい、まず、お一つ目の質問なんですけれども、多汗症に効く漢方薬はありますか、はい、ということで、まあ、これからの季節やはりね、はい、暑くなってきてどんどん汗をかく時期ということなんでしょうか、はい、まず多汗症について先生説明していただけますか。はい、まだこの多汗症というのはですね、まあ、どういうようなものかと言いますと、まあ、簡単に言えばですね、自律神経のこのバランスが崩れることによってですね、汗をかかなくてもいいのにも汗が出ちゃう、まあ、汗腺が開いてしまうと、うん、まあ、これが、まあ、多汗症という、まあ、疾患なんですね、うん、はい、その症状はどういったものがありますか。はい、多汗症でご相談される方の、まあ、よく言われる部分4つちょっとまとめてきたんですけども、まず頭からですね、垂れるようにその汗が出るというふうに訴えられる方、まあ、こういうような方もいらっしゃるんです、はい、であと脇の下からこう異常にですね汗が出てですね、T シャツの、まあ、色の濃い T シャツでしたらこう脇の下だけこう黒ずんでですね汗じみがこう出てしまうんで嫌だとかですね、はい、あと電車の中で狭いその空間にいると顔だとか脇の上から異常にこの汗が吹き出してしまうんだという訴えをされる方もいらっしゃいますし、はい、あと緊張するだけで、まあ、発汗してしまうというようなことを言われる方もいらっしゃる、うん、まあ、要はその、必要以上に汗をかいてしまう、まあ、これが、まあ、多汗症ですから、うん、まあ、今非常にこう蒸し暑くなってくるこの時期ですね、非常にやっぱりこういうようなお悩みの方が多いんですね、うん、はい、おすすめの漢方薬はあるんでしょうか。はい、汎用処方2つですね、3つご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、まず桂枝加扇湯というお薬、はい、であと龍胆石灌湯というお薬、あと女神散というお薬、この3つがですね、まあ、それぞれ体質に合わせてですね、うん、よく使われるお薬なんですね、はい、ちょっと参考にしていただく、はい、それぞれどういう特徴がありますか。はい、まず桂枝加扇湯というのは、まあ、この扇というですね生薬、これがまあ皮膚の表面をこう守ってくれる、まあ、皮膚の表面をこう作用する、まあ、生薬の一つで、まあ、この扇を中心としたその目的、これが桂枝加扇湯、まあ、よく多汗症に使われると、うん、であとですね、この2つに関してなんですけど、龍胆石灌湯というのはこう熱を取ってくれる、まあ、生熱剤的な部分が非常に多い、うん、まあ、お薬で、うん、まあ、多汗症以外にも例えばまあ、尿道炎とかそういうふうな炎症性の高いものにも使うお薬はあるんですが、まあ、多汗症にも用いられると、あと女神散というのは、まあ、自律神経のバランスが崩れて、まあ、文字から言ってもこの女という字がついてますように女性の更年期でも使われる処方なんですが、まあ、自律神経のバランスを整えて多汗症を抑えていくということで使われるお薬の一つでもあるということなんですね、はい、ありがとうございます、はい、では2つ目の質問なんですけれども、はい、水虫に効果的な漢方薬はありますかということで、水虫というとこう塗り薬のイメージなんですけれども、はい、はい、教えていただきたいと思います。まず水虫について、はい、どういったものなのか説明いただけますか。はい、まずこの水虫というのはですね、漢方上この白線のこの俗称なんですね、うん、で手のひらだとか、やはり足の裏ですね。で、足のこの指の間、こういうふうなところにこう皮膚、まあ、糸状菌、まあ、カビの一種ですね、うん、はい。これが感染して起こる、まあ、皮膚病のことを言うわけなんですが、はい、まあ、要はその水泡がこうできるんですね。皆さんご存知のようにこう小さい水泡ができて、それで、まあ、剥がれて、っていうその小水泡型という部分だとか、うん、あとはその足の裏のその皮膚がこう厚くなる、ゴワゴワして、うん、カサカサしてみたいな、まあ、皮膚がこう厚くなってこう剥がれるその角化型、あとはその、指のですね間がこう白くこうふやけてですね、皮膚がこう剥がれたり立たれたりする、まあ、歯間型、まあ、こういうふうな、まあ、水虫でも3つに分けられてですね、よく説明されたりなんかされるんですね、はい。どういった治療をすればいいんですか。そうですね、やはりまずその水虫のその治療のポイントとしましては、先ほど言いましたようにカビですから、うん、まあ、感度をきれいにしておくということが大切なんですね、うんうん、でここで大切なのはですね、うん、よく水虫の患者さん来た時、はい、まあ、きれいに洗ってるんだけど、うん、大体そういうふうに言われるんです、うんうん、はい、でも
そのどうやってきれいに洗っているか、ここがポイントになってくるんですね、はい、でよくですね聞くと、いやお風呂に入るときお風呂石鹸でもきれいに洗ってるんだよ、うん、でお風呂石鹸というのは基本的にはアルカリ性なんですよね、うん、油をこう取ってくる、はい、ところが皮膚はどちらかというと酸性に傾いてるんですね、はい、ですから結局小学校の理科じゃないですけども、はい、まあ、酸とアルカリをしたら中和するということで、お風呂石鹸で洗えば洗うほど皮膚が中和されて炎症を起こしやすいような、症状を悪化させるような状態に洗えば洗うほどになってしまう、はい、つまりこう薬用石鹸で洗わないといけないですね。弱酸性の薬用石鹸で洗うということがこう大切になってくるとポイントになってくる。そうなんですね。ですから酸性を、はい、酸性を酸性すると皮膚の正常は酸性を保つことができるんで、ですから酸性のその石鹸である、これがまあポイントなんですね、であとですね、やはりその乾燥させる、まあ、先ほど言いましたようにカビですから、水虫っていうのはカビの一種ですから、やはり乾燥に弱いんですね、ですから乾燥させる。であとはやはりですね、表面が良くなってもやはりその皮膚の中に植物でこうね根が張っていくように、表面は良くても皮膚の中に、まあ、植物でいう種みたいな水虫の菌が入っていれば、また放っておくと出てきちゃいますから、まあ、良くなったとしても根気強くちょっとある一定期間、続けていただくと、この3つのポイントがですね、水虫をその治療する上でのポイントになってくるということなんですね、はい、では水虫治療に使われる漢方薬、はい、紹介していただけますか、はい、まずあの外用薬に関しましてはですね、あの漢方の煎じその煎じるお薬の中でクジン湯というのがあるんです、うん、でこのクジン湯をですね飲むんじゃなくて外用としてあの塗布する、はい、まあ、そういうふうな形の使い方でもするクジン湯という分がまず外用剤としておすすめですし、あとですねドキンピチン菌というのがあるんですね、あの、まあ、水虫菌に侵された皮膚を、まあ、剥がしてくれる、まあ、そういうふうなドキンピチン菌というこういうふうな外用剤もおすすめです、はい、あと、まあ、内服薬に関しましては準備排毒湯というお薬があって、まあ、これなんかはやはりあのよく水虫に使われる、まあ、内服のお薬と、ですからひどい方なんかはこの併用してもよろしいと思いますし、まあ、一応どちらでもいいんですけども、はい、まあ、一応とりあえず内服にもあるし外用にも漢方の水虫があるということで、ちょっとあの放送を聞いている方はちょっと頭の片隅に置いて、はい、選択していただければと思います。内側からも外側からも、ね、はいはい、攻撃できるということですね、はいはい、ありがとうございました。今日は、いただいている質問に先生にお答えいただきました。